ケイスケのソングス&ドックス、週末はミュージシャン、第25回になりますかね、すごいですね、半年近くなってきたってことになりますけどね、皆様のおかげで続いております。あ、着替えるの忘れたから先週と今週が取りだめなことだけはバレますね。じゃあごめんなさい。やってみましょう。まあもう無理はしないという昔のギタリストの人に曲を書いてもらって、歌詞は僕だったと思いますけどね、20代か30になったかぐらいでもう無理はしないとか、その頃は大人ぶって思ってたわけですが、何をおっしゃるって感じですね。今はもう無理無理やってますけどね。汗ばむ背中に冷たく、同じ高さを横切って登るための山、見渡すための街、僕は遠く遠く、ほんのすぐそばに、そよぐようにそびえるように、もう無理はしない、飽きもせず眺めてる、口を開けて見上げてる、生きようとする深さと帰ろうとする高さと、もう無理はしないというね、難しい曲ですね。私が書いたわけじゃないから難しいんですね、こういう作曲は僕にはできないんでね。ロックアイスという曲ですかね、やってみましょうか。ロックアイスの速さで溶けたらいいよな、割った女は穏やかに俺を眺めてる、信じさせ
せてくれたこと、いつだってありゃしない、届かないくらい遠い声、俺に言うのさ、疑ってごめんね。気づかないふりでしかいられないんだよね、知っててねだるお前のギリギリの女として、酔っ払ってないこと覗き込んで待ってる、よした方がいいオチまで俺が言うのさ、信じてたのに最後の氷を落として向こう向いてる、切れてるってことでもいいよな、言わされるまま俺待ってるんだよ、だんだん暗くなってきていい、なんかね今日屋内が本当にざわついてますね、不思議な感じですね、つまりは誰も聞いてないというやりやすい状況がありますね。では、佐渡島の南端の、防波堤じゃないや、灯台のところで、キャンプをしながら書いて、亀さんはいまいちだと言っていた曲を
5週目終わったんだね、嫁の評判の悪い曲で締めてみました。はい、ありがとうございました。